白石遥香。1995年4月8日。ご年齢は27歳。出身地は東京。血液型は AB 型。身長は158センチ。食事務所はトイズファクトリー声優活動は2011年から現在にかけて続いています。白石さんはもともと役者として芸能活動をしており、その仕事をするたびに、恋がいいと言われることが多くなっていました。 そのタイミングで偶然、国立小坂からのオーディションがあり、少し前の仕事で、「葉っぱのフェディという絵本を読む機会があったので、そのボイスをオーディションに送ったところ、合格し、声優の仕事をするようになったとか。主な新作品は、ゴールデンカムイからシルカや、ひもとおまれちゃんから元がキりエや、お隣の天使様にいつのがりかため人間に咲いていた剣から白川千田瀬などを演じています。白石さんは子どものこは公園で足の周りをなさだったそうで、家に帰ったらお母様にくっついて離れないほどのお母様っ子な一面があったそうです。 私たかしは可愛く努力家な白石さんをコルカーボーにしていますチャンネル登録もぜひよろしくお願いします